はい、こんにちは。こんにちは。せーの、アルビナルです。今日は電気屋さんに来ております。ロシアの電気屋さんね。面白いの電気屋さん、電気ライト、まあいろいろある、うん、すごくシャンデリアとかね、いろいろ。もう今、ジャーッと入った。すごい綺麗。あ、やってみろ。行きましょうか。この鏡が、このシャンデリア、まあ、この結構大きいやつ。このシャンデリアいくらでしょう。まあ俺も前びっくりしたよね、これ行った時。だいたい日本やったら100万、200万ぐらいですかもんね。200万、200万する？絶対すると思う。これ？うん、この大きさ。でもこれね、ロシアやったらね、これを当てちゃうか。15万。10万。惜しいやん。部屋の飾りとかもいっぱいあるよね。うわ、やられたい方だよ。あんまりちょっと分かりにくいけど。結構おしゃれ、うん、光で言おうと見える、うん、これが、うん、10万ぐらいですね。面白いな、うん、それの大きいやつが前20万ぐらい売りよったんや、確か。15万ぐらいよ、これ、うん、15万ぐらい、そして上に、真上にすごいのがあります。この真上のやついくら、これ。その後ろもかっこいいれば、この真ん中のやつね、これは多分20万ぐらい。25万。めっちゃ大きい、これ。これ多分長さがですね、3メーター4メーターがあるんですよね、上から下まで。これ日本だと多分ね、300万、400万すっちゃない。でもこれやったら40万。どう？あ、惜しい。で、この横のこれも、うわ、なんこれ、うわ、なんこれ、クラゲみたい。ちょっと待って、こっちの安い、これ今の感じ、そっちの安いじゃんね。35万。うわ、これが本当天井から床下ギリギリまで。なんこれ。まあいろいろこうやって、これはいくらかわからんじゃろ、この一番大きいやつ。やば、俺ちょっと横に並んだもん、すごいもん。めっちゃ大きい。でも多分これもね、この大きさやったら、まあ、おそらくロシアやったらね、多分5、60万と思っちゃうね。まあ、100万絶対いかんもんね。ね、この上のやつはいくら。うん、大きさは全然違う。で、やっぱ多分これ60万ぐらいやな、うん、このガラスもだいたい1万5000円とかぐらいかな、だいたい平均。これこの大きい鏡はこれ4万ぐらいしますね。こんだけおしゃれで大きい鏡、これ2万5000倍。1万2000ループで今日色とか、うわ、やば、あれいくら。ひときわ大きいやつ、これはね、80万。は？これ、これ、30万、28万。マジ、めっちゃ安い。わ、めっちゃ綺麗やん。これいくら？30万。これぐらい、22万ぐらい。ああ、本当ロシアでね、家建てるやつめっちゃおしゃれね。ね。やっぱりおとなしい。なんでな。説明。うん。な。バレるかい。
本当はネクラっちゅうの、本当はコミュ障で何も誰とも喋りきらんちゅう。家だけなんですよ。あ、そうだ。そんなにね、みんなとおるときはね、端っこにね、いつもおるときね。すいません、すいません。あ、あれや。ここ普通にあの、買い物しよう。今日ね、めっちゃ可愛いのいっぱいある、ね。あれこっち向いて、もうめっちゃ綺麗。ちょっとコスプレメイクしたままなんですよ。ママより綺麗。聞こえてないけど。笑うよ。このままいっぱいおしゃれなのあります。なんかちょっとここの家具屋さんレストランに来てます。なんか食べるのはあんまりなさそうやけど、もうお腹減ったので今から食べます。うんね、マリアちゃん、うん、何これ？これ、昔のロシアのジュースかな、うん、もうメロンソーダみたいな感じけど味が違う、私マリア見てメロンソーダ聞いたらドゥルン。いや、マリア、メロンソーダが一番好きなんじゃん。メロンソーダ見たいけど、ちょっと違う今、お前こういうの、カメラパッて見たら顔、笑顔で、うわ、ほんと、ほんと色がメロンソーダやもん。体に悪そうな色してき、懐かしい。昔大好きやった。色もメロンソーダけど味は違うかな。のショック。あの美容院です。髪染めたやん。うん、あ、ここで同じの飲んだよ。あ、ほんと？うん。これしかないっつってから、水ないけんごめんねって言われた。ああ、うん。発火の匂いがするこれ。発火のジュースみたいやね。昔の、あ、ほんと昔のジュースだよ、これ。あ、これでもこれ、違うね。うん？うん。昔と違うね。ちょっと甘すぎね。昔は違かった。マリア最高よ。今日ピアスは？安定につけてます。ずっとこれつけとる。ちょちょ。相方からもらったの。ああ。来ました、ペルメインです。これ結構大きくない？このペルメイン。中にあの、ね、あれが入ってるけん。だと思う。そうなん。とあとは、コーヒーと、あ、コーヒーじゃない？これお茶。あ、お茶とサラダ。マリボスのチェイン。お姉ちゃん。ん？これカプチーノ。おお。美味しそうやね。上に絵描いてほしかったんやけど。お姉ちゃん。描いてきて。それではいただきます。これサワークリームです。だ。イブルチコーヒー。僕あんまりサワークリーム好きじゃないんですけど。クリーム？熱っ。だからち。いい子してくれる。もう一回入れます。すいません。もう一回。うん。うん。おいしくない。トマトよ。こんなにおいしくない。ペルメイン初めて食べた。手作りな。うん、なんか手作りでこれ美味しくなってスーパーで買ったの美味しいです。遅い美味しかったのでマリアも食べてみたいということです。めっちゃ美味しい。うん、肉までいけんじゃん。うん、ね、パパもそうやった。パッサパサい食べて。ああスープ入れよ、うん、スープ入れるとその方が食べていいじゃん。それでもパッサパサや。もしか、うん、どうしたん、うん、パッサパサやろ、うん、ねえ、うん、カプチーノ、うん、できたんじゃないです、うん、まあ、泡がないのはしょうがないけど味はね間違いないと思います。まずいし、ぬるい。なんこれ。いや、これめっちゃ薄いよ。いただきます。これ何？クレープみたいな。
これが一番いいかもしれない。マンゴー。食べる前。練乳を湯がいて。まあこの店はちょっとね。まあお店でも。まあちょっと。なんか家具屋さんの横についてる店みたいな。だからお客さん他に誰もいないんですよね。まあだから味に期待してもしょうがないですね。多分お店の食堂でご飯食べてるじゃない。ああそういうこと。しかないと思う。はい。ね。名前じゃ。じゃあ今日は最後まで見てくれてありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録をポチッと押してオリキンファミリーに入ってください。それではバイバイ。バイバイ。バイバイ。